ジャックランビだ。イオン降りる準備だ。じゃあクリモット。じゃあクリモット。クリモット。この動画では現在ポルトガルのカーザピア AC に所属する国本貴弘選手をご紹介します。国本選手は1997年10月8日福岡県北九州市出身。地元の北九州市の小石サッカースポーツ少年団ネオ FC でサッカーを始めた国本選手は埼玉市の中学校に転入します。高校進学時には青森山田高校などあまたのオファーがありましたが浦和レッズのユースに入団。するとすぐにレギュラーになりトップチームの練習に参加してプレーするなどかなり期待されていた逸材でした。16歳にしてトップチームの天皇杯モンテディオ山形戦で異例のベンチ入りを果たして途中出場。試合には敗れましたが得点を決めてそれまでエスクデロセリヒオ選手が持っていたクラブの公式戦最年少出場および最年少ゴールの記録を更新。順風満帆なキャリアを築いていました。ですが翌年チームに馴染めず未成年での喫煙など不祥事なども起こしてしまった国本選手。自分は高校生の時にプロになったけど他の人が楽しそうに見えた、同世代の人たちはそれ以外にも楽しそうなところがあってレッズを辞めてしまいました。どこか高校でサッカーをやりたかったなという思いがあったんです。強い高校で3年間選手権を目指したりしたかったとコメントを残しています。浦和ユースを退団すると地元北九州に出戻り通信制の高校に通い始めながら近所の公園などで練習していた国本選手は17歳になるとアビスパ福岡の当時チーム統括部長だった鈴木武人に将来的には間違いなくアビスパの中心になれる選手、日本のサッカー界のためにも辞めさせてはいけない存在とその才能を評価されトップチーム昇格が発表されました。2016年シーズンアビスパ福岡では J1 リーグ戦20試合に出場しますがクラブの秩序風紀を著しく乱したとして人生2度目の契約解除。19歳にしてまたも行き場を失ってしまいました。その後約7ヶ月のブランクを経て2018年に韓国 K リーグの一部に昇格したばかりのキョンナム FC にテスト入団。異国の地でやり直そうと決意し通訳なしの生活を始めます。銀行に行っても韓国語で話しかけられ自分のお金すら下ろせなかった状態で生活しながらチームに加わります。徐々にチームメイトの信頼を得られるようになると35試合出場5得点と結果を残しクラブのリーグ準優勝と史上初の ACL 出場権獲得にも貢献しました。2019年の ACL では鹿島アントラーズとも対戦し決勝点を決めてチームを勝利に導きました。ですがリーグ戦ではチームが2部へ降格となってしまい K リーグ王者のチョンブクヒョンデモータースに移籍します。移籍後すぐに活躍してベストイレブン候補に選ばれるなど史上初の5連覇に貢献。2022年シーズンも中心選手としてリーグ戦14試合に出場して4ゴール1アシストを記録。リーグの週間ベストイレブン MVP も獲得をして活躍をしていた矢先飲酒運転で自宅へ帰る途中で警察に摘発されてしまいます。罪はもちろんクラブも自動車メーカーのヒョンデ自動車が親会社であるためチームは即日に声明を発表。60日間の出場停止処分を課せられさらに7月13日に人生3度目の契約解除をされてしまいました。プレーする場所がまたなくなってしまいましたが K リーグ退団発表後すぐにポルトガル一部のカサピア AC に移籍が報じられフリーで契約。ビトーリア FC 戦では加入後初ゴールを決めました。将来は日本代表として活躍したいと語っている国本選手。若くして才能を認められた逸材のさらなる活躍が期待されています。